皆さんこんにちはレック専任講師の伊藤です、えー、それでは2022年11月試験向け CFP のガイダンスを始めますよろしくお願い致します、えー、今回はですね CFP を目指せ CFP はプロフェッショナルの証というタイトルがついて、えー、資料の方もありますので、えー、この後画面の方で資料もですね、えー、適宜お見せしながらガイダンスの方を進めていきたいと思います えー、今回ですねその、まあ、ガイダンス、えー、一番最初にお伝えしたいことを今この CFP のですねガイダンスをこれ見ていただいてそして、えー、さあ CFP の受験をしようかそれとも、えー、他の資格にしようかとかあるいは、えー、FP は今2級合格してるからその2級の FP 合格することによって十分ではないかとかいろいろですねこう考えを巡らせてる方もいるんじゃないかと思うんですがああのまあ、結論から言うと上級資格 CFP です。 の FP の勉強をせっかく始めてここまで登ってこられたと思いますので、えー、あと最後のですね一、えー、段。 1まあ一段といってもですねこれ難易度が高いというふうに思われるかもしれませんがそこを着実にその段を上がってそして上級資格である CFP つまり FP の最高資格をですね是非勝ち取っていただきたいと思います。まあ、そういうことでですね今回は資格の精度であったりとかそれから試験の対策そして勉強の方法、まあ、こんなことをですねそれぞれお話をしていきたいと思っています。 あの fp は cfp であったりあるいは2級あるいは3級技能士とまあ、こういう形でですねこう順番に進んでいくことができますあのまあ、3級の勉強なさって合格した方そこが基礎であったということを感じられているかもしれないですねあの一件の建物をこう建てるというふうに考えたらですねまず基礎これをしっかりしておかないとやっぱり建物というのは 不十分ですから、基礎を固める。これはすごく大切ですよね。あのまず3級勉強合格したということ。これ基礎固め、非常に大切なことだったと思います。で、そこにですね。まあ、建物の話を続けていきます。行きます。とえ、2級の勉強し、合格をしたということは、建物をだいたいこう立ち上がって、屋根が出来上がってまあ、完成形になったということでですね。まあ、この2級の合格というのがですね。ほぼほぼもう形としては整ったということだと思います。ただそこにですね。さらに。 やっぱり自分自分身のこののここ何かのプラスアルファこれをつけていいたただきたいんですねですから形は整ったけれどもまだこの資格 FP 資格の上は最高資格としての CFP あるということでぜひ今この受験をどうしようかと考えていらっしゃる方は受験をこれから勉強して進めるとそして合格を目指すということを考えていただきたいと思いますね。でそのためには1点目 大切なことはやっぱり今まで基礎であったりとかあるいは形を作ってきた二級までの学習内容これはですねもう一度きちっと把握をしておくということが大切なんですあの cfp の試験になったからといって急に新しい範囲のところから出題があるわけではありませんやはり今まで勉強してきたことそして知識として得たことこれを使ってこの cfp の試験の問題を回答し合格をしていくわけですからちょっと 2級の合格から時間が空いてしまってるなという方がもしいらっしゃったらばちょっと忘れてしまったという項目などがあったらばそこは今までの復習をもう一度しておいてそしてこれから始まっていく CFP の学習に備えておくということですね、まあ、こんなこともですねまずこの最初の段階ではちょっとお伝えしておきたいなと思いました、えー、ちょっと資料の方を見ながらやっていきましょうちょっと画面の方に資料を出していきますね。<laughs> 資料の1ページ目まあ、こういう内容が最初に出てきます。あの一覧表になっていて、資格制度がここに書いてあるんですね。で、まあ、今回のガイダンスというのは、この cfp まあ、この cfp の内容ということで、ガイダンスをこれからお話をしていくんですが、えー、その cfp。じゃ、その内容というところを縦にちょっと見ておきます。と、ちょっと色を変えましょうかね。えー、国際ライセンスと言われている民間の資格ですと。とまあ、それは日本 fp 協会が認定をしているという資格ですね。 この日本 FP 協会が認定している資格民間資格には CFP とそれから AFP がありますね。そして CFP を受験するための受験の要件ここに AFP 認定者とこう書いてありますね。ですからこの一定の期日までに AFP の認定者になっておくということこれが必要になるんですね。 あのそのスケジュール的なことはこの後でお話をしていきますがまずまだ今現在 AFP の認定者でないという方は、まあ、早速にこの AFP 認定者ということをですね手続き進めていただきたいんですね。であの AFP の認定者じゃあどういう方法でこれ認定者になるのかということですけど一つは試験制度でいうと2級 AFP 技能試試験の合格これが必要になりますね。 あの表でいうと右側のところが国家資格として1級2級3級と書いてありますので、まあ、そのちょうど真ん中2級この2級 AFP の試験の合格これが必要です。でさらに AFP の認定者となるためには今度は認定研修の終了と。 つまりこのちょっと斜めの関係になりましたけれども AFP の認定者になるには2級合格と認定研修の終了これまあどっちが先でも構わないんですけれどもこれを両方とも兼ねたことによって AFP の認定者それによって CFP の受験要件を満たすとこんなふうに続いていきますね。ですから2級に合格はしたんだけれどもまだ認定研修が終わってないという方は やっぱり CFP を受験するためには認定研修終わっておかないといけないですねあの認定研修というのはあの提案書をですねあ AFP の講座などの中で勉強してきた提案書の作成提出合格まあこれをするということがまあ、認定研修の終了の一つの要件ですのでまだこれが終わってないという方は認定研修を終わらせましょうでもちろん2級合格これ必要になりますからねですからここで知識を得て そして研修の終了でま一定の経験を積んでそれが兼ねた上で兼ねたことによって AFP の認定者だと CFP の受験ができるんだとまこんな風に続いていく流れですね AFP の認定者になるということを最初にですね漏れないようにしておいていただきたいと思いますえそしてこの表の中の一番下の段のところですけれどもこの民間資格である AFP あるいは CFP ここには2年ごとの更新が必要と書いてあります あのこの更新資格更新なんですね CFP であっても AFP であっても資格の更新が必要になります2年後とじゃあどうやって更新をするのかというとですねこれはあの継続教育を受けるまあ、簡単に言うとこういう方法なんですねで継続教育を受けてじゃあそれをどうやって、えー、カウントするのかということなんですが AFP の認定者として更新をするためには2年間で15単位 ね、15単位の、えー、単位の取得が必要になりますそして CFP の認定者になってそしてそれで更新するときには今度は30単位の単位の認定が必要あの単位の取得が必要だということですねまあ、今の段階で AFP の認定者である方この2年間で15単位の取得をするということが必要になっていきますので、まあ、こんなこともちょっと覚えておきましょう でただじゃあどうやってこの単位を取ればいいのかという話なんですがあの、まあ、いくつかの方法があるんですけれども例えば CFP のこれから講座で勉強しようという方その講座を受講することによっても一定の単位を取ることができるんですね。ですから AFP の認定者の方がその15単位を取るためには CFP で勉強する講座を受講する。 まこれが単位取得の一つの方法になりますので、決してそんなに別の難しいことをですね、しておく必要はもちろんありません。ただ更新のためには単位が必要なんだということは念のために触れておきますね。覚えておいていただきたいと思います。 で国家資格の方には単位の更新はもちろんありませんので国家資格というのはこれは1級2級3級ともにですねその技能士資格を得た試験に合格したということによって、まあ、これはまあいわば生涯その技能士の資格者であるということになっていくわけですね。 え次に資料が少し下の方に続いていきますので CFP ってどういうことなのということをですねちょっとこの資料の辺りにですねえ使ってお話をしておきたいと思いますがあのまあそ国際ライセンスなんだということであの諸外国含めててですすね認定されていま,すまあ日本はえ今の日本 FP 協会がこの認定を行っているんですがあの認定者の数というのが一番下の方にあるんですけども。 今日本で CFP の認定者数約2万4千人余りとなっていますね。で、あのこれま全世界ま25カ国地域と書いてありますが、あの全世界のですね CFP の認定者これ約20万人なんですね。ですから世界中で20万人。そう考えるとですね、非常にこの CFP というのは限られた人に対するま資格であると、まあ、それがいろいろな意味を持つということにもなりますね。 でもちろんあのアメリカが一番 CFP 認定者数というのは多くてもう間もなく10万人に届くんじゃないかというところですねその CFP の約半数は、まあ、アメリカでと、まあ、これは FP のビジネスがやっぱり非常に成熟している社会であるということになるかもしれないですね。で、まあ、そういう FP ビジネスがこれから日本でも、えー、発展して成熟していくにあたってそこでやっぱり信頼性のあるその CFP というのがこのように年を経るごとにですね 増えてきてきるとただもちろんその前提となる AFP の認定者圧倒的に数多いですけどもいずれの場合であってもその信頼性とかあるいは仕事、まあ、業務範囲というところをひ広げていくために一つの,、まあ、あのステータスのある資格なんだということをですね知っておいていただけたらいいのかなと思いいまます、えー、少ししし具体的なお話をしていききょう2ページの方に行きたいと思います。 2ページ資料のところで今度は視覚審査試験つまり CFP 試験ですねこの試験の概要などがありますのでちょっとここを見ていきましょう。まず試験概要一番ポイントとなるのはこの試験の日,日程ですね11月試験ですから11月の13日それから11月の20日この2日間に試験が行われます。 あの既にですね科目受験なさった方はなんとなくイメージつかんでいただいていると思うんですが今回、まあ、CFP が初めての受験だという方ちょっとその辺りをですね、えー、掘り下げていきたいと思うんですがここにあるように CFP はこれ2日間にわわたって行われるんです11月試験の場合には11月、まあ、今回は13日と20日ということで2日間に分かれて行うんですね。 でその分かれているじゃあこれ分けているのはどういうことで分けているかというと科目で分かれていきますつまり CFP の試験というのは科目を受験するということは科目合格をするということで FP の科目は全部で6つありますからつまり6科目受験をするそして6科目を合格するこういう流れが必要になるんですね。 この6科目を合格したことによって、まあ、ほぼもう CFP の認定者に近づいたということになりますねではその第一日目第二日目と分かれているんですが科目がそれぞれ三つずつ並んでいます第一日目は金融資産それから不動産そしてライフこのような三つ第二日目のところでリスクとタックスと相続 この組み合わせ順番というのはこれ毎回変わりませんのでまあ常にですねこの順番で試験が行われるということになりますそして試験の時間は120分一科目120分2時間ですねでこの2時間というですね試験時間の中で50問の問題これが出題されます試験時間120分で問題数は50問とまあこれをですねまず一つの全体像として押さえておきましょうつまり2時間で50問回答していくんだと じゃあその2時間の試験がこの1日目で考えると3科目あるわけですからこれをもう少し詳しく見ていきますと1科目目のこの金融これがですね1日目の9時30分から試験時間が始まります9時30分から2時間試験を行うんですねそして1時間の休憩を挟んで次2科目目の不動産ですつまり不動産の開始は12時半 でまた2時間試験をやって、そこで休憩を1時間挟んで、3科目目のライフ、これが第1日目の3時半ですね。15時半からライフの試験。ということで、ライフが終わるのは第1日目の5時半、17時半なんですね。第1日目に3科目を受験しようと、このように計画を立てると、9時半から試験が始まって、 そして最後終わるのが5時半というのがこの試験日のまあなんとなくスケジュールなんだというふうに考えましょう。ただそこでじゃあ非常に1日が長い大変な試験が続くと思われる方もここで CFP 試験というのはその下に書いてありますが1科目ずつの受験が認められています。でもちろん1科目ずつ受験し1科目ずつ合格を積み上げていくということができるんですね。 ですからこの辺りちょっとスケジュール的なお話もこの後していきますがまずじゃあどの科目を受験をするかということ特に初めて受験される方はこの第1日目第2日目で何科目を受験するかとこんなことを考えていくのもこれから受験を決めた上で最初に検討していく内容ということになるんですね。そしてちょっと前後してしまって申し訳なかったんですがこの試験日13日と20日決まっています。じゃあ この試験日が決まっているのに対してその受験科目を決めたらばいつまでに試験の出願ですね試験の申し込みこれをしなければいけないかこれすでに発表されていますのでちょっとこれも補足しておきますがこれ13日20日ともになんですけれども10月の6日これが出願の期限になっています10月の6日までなんですねこれあの9月の7日から始まりますので まあ9月の7日からは出願ができますそしてちょうど1ヶ月ですかね10月6日までに出願をしななけければいいいということですでこれ出願することによって11月の試験の受験と、まあ、こう続いていきますから、まあ、当然ながらこの出願これ忘れずにということですよね。であのこの10月6日まで出願ができるのはインターネットを使った出願ということになりますのであの書面でですね出願するということになるとこれもう少し期限が早まってしまいますから、まあ、そのあたりは あの試験団体日本 FP 協会のホームページなどのですねスケジュールの方も細かな点は確認いただきたいと思いますでこの10月6日までに出願ということに対して先ほど資料の1ページ目でもお話をしましたが AFP の認定者になるために認定研修を終えるのはじゃあいつまでにやっておけばいいのかということなんですがこれはちょっとこの左側に書いておきますね9月の20日まで9月の20日までに 試験団体 FP AFP 協会に対ししてて認定者としてのですね登録申請えておかななけければいけないんです、ね、ですすねからまだ2級は合格したけれども AFP の認定者になっていないという方は先にこっちです先に9月20日までに AFP の認定者になるための手続きをしそしてそこから約半月10月6日までに今度は CFP の出願をすると、まあ、こういうスケジュール感もですねぜつかんでおいていただきたいと思います。 そしてこの第1日目2日目という科目の並びがある方のところに戻っていきたいと思うんですけれどもあの科科目目ををを選択するするるどのの受験かとといいうう話にちょょっと移っ移ていきましょうねあのもちろんですね6科目をこれ11月の試験で全て受験をしようということこれもちろん考えることも当然できるわけですね。これから時間をかけて1科目ずつ勉強していって仕上げていってそして6科目出願し6科目の合格をする。 つまり今回の11月試験で CFP の合格者になるという計画を立てる当然これも一つの方法としてあると思いますただじゃあそういう人が今までの受験の中でどれぐらいいたのかというところ、まあ、こんなことをですねやはりちょっとデータとして出ているホームページがあります日本 FP 協会のホームページ公式ページの方に出ているんですけれども例えばその下の表に出てくるこの2021年の11月の試験 あのちょうど直前の試験に当たるわけですけれどもこの試験がですね、えー、出願者数全体で12,570人いたんですねで、12,570人の出願者がいたんですがその中で6科目のすべてを出願した人はわずか221人だということなんです、まあ、本当にわずかな数パーセントですよね数パーセントもないですかね 人人ののだけが6科目の出願をしましまたつまりそのデータだけで見てしまうと6科目出願を考える方というのはあまりいない、まあ、それが非常にハードルが高い非常に大変だということがですね、えー、一つには言えるということでしょうかね。であのその221人の人だけが6科目の出願をしたんですがそこでさらにじゃあ6科目出願して全て合格したと。 つまり去年の11月の月試験ででででて一度で合格できたた人人はわずか22人だったんです出願した221人のうちの22人、まあ、ちょうど10%ってことになるわけなんですが、えー、非常にですねまああの出願として6科目をまとめるということはちょっと厳しい状況になりかねないなということはあの抑えておいていいかもしれないですね。じゃあそこでどうやって出願する科目を決めたりとか。 あるるいいは何科目を出願すすかととうこのの一つのですね方法論の方に移っていきたいと思うんですがまず数字的なデータ的なところでいきますとおよそ2科目ですこれは全受験者であったりとかあるいは各科目別の受験者というところですねデータの方でちょっと見てみますとこれ約2科目を一度に受験しているという方が圧倒的多数になっているようなんですね。なので2科目受験をを計画を立てててそして 次の試験とさらにその次の試験とつまり3回に分けて6科目の合格をしていくと、まあ、こういう計画を立てる方これが多くなっているようですね。あの2科科目目受受験験ああるいいいはは3科目受験このたりを1つおおめはしておきたいと思いますでその時にですね、まあ、ここにあの合格率等々も並んでるんですがじゃあ2科目や3科目を受験しようと考えた時にあの科目選択 どういう順番で考えるかという話なんですが、まずですね。得意な科目、ここから受験しましょう。あの6科目をですね。もちろん初受験の方、さあどれにしようということになった中で、得意な科目の受験を最初に考えていく。ここから始めていただきたいんですね。あの得意な科目というのは、やはり最終的には当然合格高く合格する。えー ところが合格率高くなっていくと思いますし勉強している段階もですねやはり非常にスムーズにこう身についていくと思いますですから苦手な科目得意な科目というところがもしあるとすればやはり得意な科目を優先するということこれを一点目に挙げておきたいんですねそして二点目に科目選択の方法として考えていただきたいのが日常の実務関係の科目これを優先すると例えば今どういう仕事をしているか あるるいいいは他にどういう資格を持っているか、まあ、こんなところをですね一つの尺度としてそして科目の順番を決めるとということですねあの具体的に言えば例えば不動産関係の仕事をしているそして宅建の資格を持っているということになれば、まあ、これ不動産の受験を最初に考えようかとか、まあ、こんなことが言えてくるわけですよね。 で金融機関で働いてるいやそれは保険会社である、まあ、これによって金融だったりリスクだったりと、まあ、こんなことになるかもしれませんしあるいは他の資格を持っているということでライフだったりあるいは税金関係と、まあ、こんなところでその実務関係との関係係ととののの性高い科目これを次の優先順位として考える得意な科目そして実務関係の科目こんなところですね優先順位として考えていただくといいと思いますね。 そしてまあ、もう一つあの科目選択をするためのこれあの毎回こういう機会にですねお話をしているんですけれどもやはりさっき申し上げた当日のスケジュールこれをですね十分に考えて科目選択出願をしていただけたらいいと思うんですねあの1日目が9時半から始まって3科目受けると5時半まで続くという話をしましたあの1日目の3科目だけで3科目受けて2日目は受けないまあ、これはですね それ以外の何か特別な事情がなければ、これはできればやめたほうがいいですね。あの三科目受けるのであれば、一日目に例えば二科目。そして、二日目に一科目。まあ、こういう形で分散させる、言うまでもないところですね。それから、仮に同じ日に二科目を受けようと思った時。まあ、これが初めて受験の方と考えれば、その二科目は間を一科目抜く、離す。これがいいかもしれません。 あの例えば第2日目の例で言うとリスクと保険を受けてそしてタックスを飛ばして相続を受けるこういうことですねそうすると朝からリスクを受験するけれどもまその間に非常に長い時間のま空白があってでそこで休憩する勉強するいろんな方法が取れると思いますそして3時半からの相続を受けるこうやって1日の2科目を考える 当日のやっぱりその試験を受ける日のです、ね、体力的なことも考えるとできるだけスケジュールの中でよく見て決めるということもこれまあ3番目になりました得意な科目実務関連そして、えー、スケジュール、まあ、こんなところをですね一つの要素として受験科目を決めていただけたらいいと思います。でそのまあ過去の合格率などの資料の方にもう一回移りたいと思いますが、えー、もう一度資料の方見ていきましょうね。 過去2回、まあ、今現在ですねまだ2022年の6月試験のこのデータというのがまだちょっと状況として上がってないので今ここに出ているのは2021年の合格率とそれから合格の基準というものが出ています。あの合格率 これあのおよそという言い方してしまいますが30%台の後半この辺りが合格率これほぼですね毎回の試験でこの辺りにとあの来ているようですね合格率、まあ、例えば金融であれば37とか不動産であれば35.4ということで大体この30%台の後半。 で、まあ、この30%台の後半だということよりもこれ何をですね考えておかなければいけないかというとこの合格の基準ですねこれがあの2桁の数字が並んでるんですがこれが正解すすべき問題の数だったんですつまり50問の出題がある試験なんですがこの11月の金融であれば27問正解すると合格だということです。 でこれ一定ではもちろんんありません、まあ、これいろいろな試験でもそういうふうに基準というのは当然試験ごとに変わっていくと思うんですがこの CFP 試験はこのように科目受験をしますので科目ごとにこうやって毎回変わっていきますね。でこの27、まあ、金融のところに27今チェックしましたがこれ6割に満たない正解数でもまあ合格できた回だとこんなふうに言ってしまってもいいのかもしれないですよね。でそれによって合格率37つまり 30%台の合格率をこう一定に出,て出していくために正解の問題数が何問かというところで切ったら大体こういう流れになったということです。であの例えば33リスクあたり33とかありますのであの必ずしも6割を正解すれば良いというわけではもちろんありませんしそれから大きく変化のあったのが例えばタックスのこの直近の2回、えー、6月試験 まあ2021年の6月試験では33だったんですがそこが11月試験ででは27になったんですねあの合格率ほぼ変わってないですからこれあの、まあ、受験者の人数もほとんど変わってませんのでここでぐっと基準が下がった、まあ、その基準が下がったというのはやはり問題の傾向が変わってきたりとかあるいは改正された新しい論点ということが問題の中に多く含まれてきたとか、まあ、いろんなところが考えられるんですけれどもこのようにですね まあこれ一定ではないことに対してちょっとこの合格基準が下がり気味になったこのタックスあたりはですねこれ次の試験以降も要注意ということになるかもしれないですねまあ、相続なんかも同じような傾向になってきてるということが言えると思いますあの合格の基準というのがこのようにですねまあ30%で30問ちょっと上回ったあたりというところが目安になっていきますからこれこの後資料にも出てきますがじゃあこれ32とか33とかいろいろある中でどうすればいいかということですけどここで 35ですね、50問の問題に対して35問以上正解できるようにこれから仕上げていくということをですね一つの目標と考えていきましょうあの50問別に正解しなくていいわけです当たり前ですけどね。でこれ過去のデータが物語っているように35を取ったらばこれ合格という範囲に入っていきますからこれを一つの目安つまり7割ですよね。 でこのようにですね35を目安としてここを目指そうというお話ししている理由というのはこれ50問の問題で120分これ非常にですね試験時間あの不足つまり問題解くく時間足りなくなりなながちですあの問題の傾向などについてはこの後ですねいろんなところで見ていただきたいと思うんですがやっぱり1問回答していくのにすごく時間のかかる問題がどうしても多くなるんですね。なので これ単純計算すると50問全部フルに解いて120分ってことは2分から3分で1問ずつ解いていかなくてはいけないんですがちょっとこれもう非常に難しいです1問に3分で解くということは。とてことなるとやっぱり50問が全部でききらなかったとしてもそこで慌てないんだということ、まあ、こんなこともまず最初にちょっと考えておいてもいいかもしれないですね。それは 50できなくても35できればいいんだということ、まあ、この辺り問題の見極めなんかもこのあとですね勉強を重ねていく中でやっていっていただくと良いかもしれないですね。えー、合格率などのお話はちょっとここまでということにしてこの下の方のちょっと図表に行きましょう、まあ、これはあのー、今までの FP 資格試験制度のですねちょっと流れをチャートに書いてるんですがあのここでちょっと一番下に書いてある一言一行これだけちょっと触れておきましょう。 えー、CFP6 科目合格者1級 FP 技能検定の学科試験が免除になりますあのこれどういうことかというとこの上の矢印の表にあるんですが CFP の資格審査試験というところがあってそこからこれ矢印が下に下がっているところがあると思うんですがここで実技というふうになってますよねあの1級の学科のところを通過しないで1級の実技を通過してそして右で1級技能士つまり CFP の6科目合格した人は学科免除で実技のみ合格をすれば一級技能士になるとこういう試験制度があるんです。ですからこれ科目受験をして科目合格をできる CFP ここで仮に時間が1年あるいは1年半かかってしまったとしても学科試験の一級免除ということになった上で一級と CFP 認定者というこれ 上級資格の両方を得るることがでできるわけ例えばそんなことでこの CFP 試験の優位性というのもまたここの科目受験でできるることにもあるかもあかしれないです一級の学科試験というのはあの科目受験できませんのでこれ6科目全てのですね内容を学科ということで回答していかなくてはいけないそして合格しなくてはいけないこれ一級学科を合格しないと一級の実技に進めませんので。 科目を網羅して1回のの試験のために勉強する方法が1級科目別に勉強して積み重ねていく方法が CFP、まあ、こういう違いがここにあるんだとそして学科が免除になるという違いもあるということもちょっと知っておいていただくと良いかと思いますね。 あの今この資料の2ページ目でお話したことというのはやっぱり過去のデータなどを元にしてこれから受験される方がですねどういう計画を立てて望むかということ出願までの間にですね、えー、するかということまあこのあたりちょっとヒントにしていただけたら良いかなと思います、えー、資料次のページに行きましょう、えー、3ページですこんな内容が出ていますねあの効果的な学習方法というタイトルがあって科目をですねいくつか助けがけにしているのがあると思うんですがあのまあ、確かにここに書いてある通り でこれだけではもちろんありませんあ,の、まあ一つに一概に言えることとすればですねあのこれですですからあのこの科目同士を組み合わせて受験をしようっていうことを、まあ、仮に考えるのであればそれはそこで科目同士の相乗効果は絶対ありますからやっぱり科目選択の方法は先ほど申し上げたですね得意だとか。 あるいは仕事の経験があるとか、まあこんなことを優先するということであれば、決して間違いはないというふうに思ってしまってもいいかもしれないですね。で、その下のところ行きましょう。今度勉強方法などの話に入っていくんですがあの先ほども言いました、35問以上正解したいということ、そのためにどういう勉強をすればよいのかということですね。であの35問の勉強方法、まあ一例としてあげておきますと、最初にあの二級の復習も重要だというお話をしました。 あの決してですねすべての50問が2級試験からはななししく難しく難っているわけではないんでんす2級までに覚えたことこれをです、ね、十分に活用することができれば回答できる問題というのもこの50問の中に多く含まれているんですね。ですからその辺は きちっと正解をしていかないとやっぱり35正解安全権到達できないことになってしまうい,いかねないのでこの35を単に取るための方法のまず最初の準備は2級の復習でありそして CFP の試験でもその2級で勉強したことで回答できる範囲のところは間違うことがないようにしなくちゃいけないということなんですね。 そして、まあ、実務で関係事項それから試験の関係事項の違いこの辺りあの実際にですねあの経験者の方あの慌てずに問題を回答しよううととといいことが言えると思います日常を行っていることがこれが、まあ、あの試験の回答と若干違うようなことがですね仮に通ってしまっていてもそれは正しい答えなのかどうかということはもう一度あの勉強をですねきちっとし直すということも必要かもしれないですね。 それから改正についてです。11月の試験、法令基準日は2022年4月1日。まあ、11月試験というのは毎年その年の4月1日が改正です。あの法令基準日です。ですから今年で22年で考えれば4月1日に改正された施行されたですね内容に基づいて11月の試験の問題が出題されるということになります。 あの特に税金関係ですね税金関係が4月1日、まあ、改正そして施行ということになりますので、まあ、その辺りはですね当然あの勉強の中ではあの注目しておいていただきたいところ。でもう一つあのこの法令基準日という言葉で日付がこのようにきちっと決まってるんですがそれとは別にですねあの試験団体はこんなことを言ってるんですね。ちょっと読んでみますすね、えー、試験問問題題に付随する時事的な問題など 実務者として知っておくべき知識情報これは出題の可能性があるということなんです。ということはこれあの違った言い方をするとですね法令基準日というのは決まってるんだけれどもやはりそれにかかわらず知っておかなければいけないことこれ FP の実務家としてということですねそれは出題をするということを言っているんです。ここれれは少し具体的に考えるとこれから 起きえるであろうような、起きえるようなことについても、ある程度、もう可能性論として出てきているところは知っておいた方がいいということなんです。あの法律が施行されているということは、当然、法令基準日の中ということになるんですが、それ以外に少,少し広い範囲の中で、時事的な問題などですね。これは知識、情報、これを掴んでおくということは必要だと思います。そして、それが。 試験団体のホームページ、法令基準備のところにも書いてありますので、ちょっとそれも気に留めておいていただきたいと思いますね。えー、そして、えー、その資料にもう一度戻りますけれども。一番下のところに、えー、講座の内容について書いてあります。あの、今レックの方のですね、この c. F. P. 講座の構成、代表的な講座の構成がここに載っているんですが。まず、受験対策講座、あの、これインプットです。あの、テキストを使って、インプット講座ですね。 あの、通学通信ともに行っているわけなんですけれども、あの要点テキストというですね。もう本当に試験としての品質事項に特化した形でのテキスト、これを使ってインプット講座を行っていきます。えー、具体的には講座は3時間の講義を4回行うという構成でやっているんですね。それから、実践演習講座、これアウトプットになります。あの問題関係ですね。 で一つの教材としては最新の本試験問題の使用ということになりますから今回の11月試験向けであれば2022年の6月の試験問題これを使ってその問題の解説講義などを行うのがこの実践演習講座ということになります。そしして模模擬擬試試試験験験でででですねあの本試験を想定した形での模擬試験でやははり最終段階では その合格の基準あるいは安全検討を考えている三十五点、まあこのあたりが確保できているかどうかの確認として公開模擬試験もぜひ活用していただきたいと思いますね。資料は最後四ページのところに移りましょう。四ページこれは下の方のところをちょっと見ておきたいと思うんですが、CFP の認定制度についてというところがあります。あの CFP はですね、これ六科目合格をしたと。 いう段階ではこれは CFP の合格者ということを言うんですねで CFP の合格者とそれから CFP のこの認定者これ実は違いがあるんですあの試験に科目合格をしたという段階がまず CFP の合格者でそれに対してこの認定制度ここに載っているですねこの認定制度についてこれをですね全て整えてこれが終わったことによって初めて CFP の認定者ということになります ですから合格した後にまに、あ、ちょっとこの、えー、載っている内容について全部漏れずにやっておかなければいけないということですね。であの、まあ、この認定者になるために何でこういうことをするかというとここに載ってます4つの、e「いい」頭文字が「いい」という言葉で始まる4つ「教育」と「試験」と「経験」と「倫理」これをですね全部備えなさいと。でこれ全部備えるために例えば「試験」はもう合格者として6科目受かりましたとこれいいですよね。 で教育これ教育というのはこれ試験のための教育もあるでしょうしあとは最初に単位の取得というお話をしたように継続教育にによってて常に学んでいいきままししょうということととこも必要としていますそれから経験でこれ下に出てくるんですが実務経験が必要なんですね。そして倫理この倫理というのはこの認定制度の中のエントリー研修などで倫理の内容などをその規定をもう一度学び直すということが出てきます。 つまりこの認定者になるためにはこの4つの E が揃って認定者だということになりますので合格者になってから認定者までのこの流れこれも忘れずに覚えておいていただきたい。で今この段階で特に覚えておいていただきたいのがこの実務経験なんです通算3年,間での3年間の実務経験があるとこうなっていますよね。 でじゃあ実務経験ってこれどういうタイミングでこの経験を積めばいいかということなんですがそのすぐ下6科目合格前10年からともうこうなっていますつまりですねもう今現在の実務経験がすべてここに反映されるとこう考えていくことができますよねなのであの別に自分は FP 実務を行っていないとか あるいは全然、えー、他の業種で業界で働いているんだけども受験を考えているという方あのこの何が実務経験なのかということは詳しいことを全部あのホームページ f p 協会のホームページに載っていますのでこの今現在試験受けるる前前でででで構構わわなないいんんすすす合格今行っていることがそれが実務経験として認められる内容かどうかということを確認をしておいてください。そして仮に その認められる内容が今現在ないという方は、まあ、この合格前でいいわけですから何らかのの方法によっててですね実務経験というものを得ておくといいううもを得おくことが必要になりますこれが全くないということになってしまうと、まあ、他のですね講座などの受講ということが必要になってしまいますので講座の受講を考えないでおくということであればこの実務経験をまずは得ておく。 積んでおくということですねこれが認定者になっていくためのまた一つの必要なことということになりますのでちょっとと念のたたために覚えてておいていいいだきたいと思います今回のガイダンスはですね試験の制度であったりとかあるいは資格の内容とかそしてまあ大まかなその合格の基準などを過去のデータのなどからお話をしました。 あの実際に科目別にですねどのあたりが勉強として注力すべきところか科目ごとのですね特徴なども本当はお話し,したいところなんですがあのそのあたりまた違うこのガイダンスの機会がありましたらそこでもお話ししていきたいと思っておりますまずはまあこの段階で11月の試験の受験に向けて科目の選択そして勉強のスタートここをですね 一日も早く考えてやっていただければ良いと思いますねそして科目受験それから科目合格そして六科目の合格を目指して私たちも講座の中でいろいろなことをお話をしていきたいと思っておりますのでぜひ頑張ってできるだけ早い機会に CFP の合格者そして認定者ということで活躍していっていただきたいと思いますそれでは2022年11月試験 CFP ガイダンスを終わります